リット、騙したわね。もはや完全に死の街じゃないの。だいぶ感染が進んでいるな。噛まれたら感染するから気をつける。気をつけろ。わかった。じゃあとりあえずビオを探しましょう。あれ？あの倉庫の影、もしかして人じゃないでしょうか。ええ、敵じゃなければ嬉しいわね。バレちゃったか。ごめんなさいね。ビオ、あなたそんなことやってる場合じゃないでしょ。ビオなりに緊張をほぐそうとしたのよ。まあ、褒められた行いではないわね。心配かけてごめんなさい。秘書官もみんなも来てくれてありがとう。本当無事でよかったわ。他のみんなも帰ってこないし、女神はトラブルメーカーだらけね。え？何よその目は。いや、別に何でも。ねえ。ええ、何でもないわ。それよりピオさん、みんなを戻すにはどうすればいいんですか？ああ、それなんだけどね。ワクチンがラボにあるんだよ。ちょうど扉を開けるのに人手が必要だったの。じゃあ私たちがいればワクチンを手に入れられるってことなんですか？そのはずよ。気づかれないようにラボを目指しましょう。とりあえずこっちよ。ついてきて。あの辺ゾンビいっぱいね。ロケットランチャー撃ってもいいの？待ちなさい。あと自分の都市の人をゾンビ呼ばわりはひどいと思うわ。きっとワクチンを求めてそのまま時間切れになってしまったんでしょうね。でも正直ここは避けて通れないのね。どうするの？どうもこうも強行突破しかないわね。噛まれたら感染するってことだけど、実際噛まれてから弱なるのはどれくらい？遅くて2時間、早い時は数十分だね。なかなか怖いものよ。ミオさん、笑顔で言わないでくださいよ。でも実際その状況にならないとどうということでもないでしょ。それはそうですけど。大丈夫よ沙織、それだけあれば感染したとしても突っ切ってワクチンを取ってこれるわ。
みんな、行くわよ。はいよ、任せなさい。優先順位を間違わないようにね。
きますわ。
その力いただきますわ。行くよ。
CG であります。いいわ。
感じるであります。新型の性能見せてやるであります。ヘイ、思ってたよりも勝つ。